カンテレフジテレビ系新バラエティ番組アンタッチャブルの早速行ってみたが9日午後9時から放送される。世界中の不思議な噂の真偽を確かめるためアンタッチャブルと仲間たちが現地に早速行ってみる番組で、ネットに書かれた嘘みたいなレビューを検証する。スタジオでは陣内智則、杉咲花、滝沢カレンをゲストに迎えトークを繰り広げる。初回放送では中国、インドアメリカ、韓国と世界に飛び出した。中国、上海にある地上2階、地下15階建てという高級ホテルへ早速行ってみると、まさかの場所にかけられたホテルが登場。水中にあるという一泊120万円もするスイートルームの内装にスタジオの一度奥義づけになる。